田中光は、1970年代日本のウーマンリブ運動の代表的な人物の一人である、新旧市。1943年東京文京区本郷、吉祥寺前の魚屋、魚、菊の産女として生まれる。歌詞状態で生まれ、百日関でよく学校を休む、巨弱児だった。尋常高等小学校での学歴のない両親のもと、 世の中の価値観や権威を押し付けられることなく育った。一方、小学校2年生の時、家業の従業員にチャイルドセクシャルアビューズを受けた。このことにより、女性差別と虚弱な体は生涯のテーマとなっていく。実家は中学2年生くらいの時期に、割烹料理店に商売会をしており、家運は上向きとなっている。 高校卒業後コピーライターの養成所に通った後、宣伝会社に就職したが9ヶ月で、社内不倫により退社。実家とナむ料理店で家事手伝いをする。大学には進学していない。自分の生き方を探す中で、22歳から24歳にかけて自分を生かすためにお見合いを2回しているが、自分から断っている。 近所に住むベトナム青年が寒波を取りに来たのをきっかけにベトナム戦災孤児の救援活動に参加。それが反戦活動、反戦アカンベという市民グループ結成につながっていく。また、東京大学の赤門付近に居住していたことにより、カルチェラタン闘争や各種市民運動に参加した。その後、三夜の運動や秋葉原で働く労働者の解雇。 撤回闘争などに関わっていく。安田行動にこもった赤軍派の若者に宿として提供することにより、本郷三丁目の自宅が味と化し、革命を叫ぶ男たちを観察、失望し、女性解放に目覚める。来日生徒文化の革命を読み感銘を受ける。1970年に審査翼系の集会で、チラシ、 便所からの解放というタイトルの文章を発表した。田中は、チラシ配布時の女性たちの反応に、時代をつかんだ、と思ったと書いている。ウーマンリブ運動の先駆者となった。日本のウーマンリブが初めてマスコミに登場した、朝日新聞1970年10月4日の記事の中に、女性解放連絡会準備会の呼びかけ人として、田中の名前が報道されている。 カノーミキダイは、リブには、様々な流れがあり、それが、リブの豊かさとエネルギーを生んでいるとしながらも、リブイコール田中光さんの感が強い、田中光なくして、日本のリブは語れないと述べている。九百七十一年八月二十一日から二十四日、長野、シナのダイラスキーヤドヒュッテスズソにて、第一回リブ合宿が、田中をリーダーとする、グループ戦う女や、思想集団、 SEX などのリブ合宿実行委員会の呼びかけにより開催された。10代から40代までの子連れを含む約300人が全国から集まった。1972年9月、グループ戦う女のリーダーとして東京代々木のマンション内にウーマンリブ運動の一拠点としてリブ新宿センターを設立。SEX 戦う女性同盟。 ひもじ、東京コムうぬの4グループと共に運営された。メンバーの中で田中は最年長で運動を楽しくするために様々なアイディアを発想実施した。同センターは女性の駆け込み寺として、また中絶や否認また法律などの相談センターとしても機能したほか、様々な講座開催や抗議運動など多彩な活動を展開し、 1977年7月に閉所している。この活動資金となったリブニュースに田中は多くの文章を発表した。1975年一連のリブ運動に疲れ果て休養を兼ねて国際婦人年世界会議出席のためにメキシコに渡り4年半現地で暮らす。その間メキシコ人との間に見込んで息子を出産。手に職をつけることを考え、 新旧学校に入学するために帰国。親から入学金を借り、国の女性福祉資金から学費を借り、生活保護を受けながら3年間通学。1982年、新旧学校卒業と同時に、新宿御苑前の駅前で開業。あとは、新旧市として活動している。2007年東京都知事選挙では、浅野と加藤、女性がテレの呼びかけ人として演説し、 その立ち上げ集会の締めくくりとして歌も披露した。2019年7月、彼女を撮ったドキュメンタリー映画、この星は、私の星じゃないが完成し、同年10月26日より、渋谷ユーロスペースにて上映されている。幼い時に受けた、チャイルドセクシャルアビューズにより、私はダメだ、汚れてる、私って邪悪な、存在なんだと思い込み、 邪悪な私でも生きてていいんだと思えるような生き方を見つけようともがき続ける。その中で泣いているベトナムの子供に自分の姿を見て自己救済としてのベトナム救援活動を始めている。が、ビルヘルム・ライヒの生徒文化の革命に感銘を受け、性に対して否定的な考え方を持ってると、権威をありがたがって自分の欲望を恐れる伸びやかさのない人間になる。 管理されやすい人たちばっかりの世の中ができてしまうんだよと思い、心に光が射す。それが田中の一番有名なビラ、便所からの解放につながっていく。私たち女は本来精神的な存在であるとともに、性的な存在である。それなのに男の意識を通じて母と便所とに引き裂かれてきた。そう、私有財産成果の秩序は女を そのように抑圧することで保たれてきたのだ田中光、便所からの解放、明日は生きていないかもしれない、という自由、ピーより引用をここで、田中は、女が、女として生きることができない、女を分断する、男性社会を告発している。しかし田中は、女だけが抑圧されているといった被害者意識である、わけではない。男性も、同様の抑圧の中にあるとしている。一方で、 中絶の自由とともに、埋める社会を、埋めたい社会を、と訴えるとともに、女性側も、自ら可愛いってしまう自分も変えていかないといけないとしている。日本のウーマンリブが持つ軽やかさしなやかさは、田中だけによるものではないが、田中には、建前と本音の両方を矛盾をも取り込み逃げない、思考がある。嫌な男なんかにもちろんお尻触られたくない。 でも好きな男が触りたいと思うお尻は欲しい。これが、ここにいる女というものだという田中から繰り返される。フレーズは、同じように、絶対的に悪いだけのものとか、良いだけのものとかは極めて少ないのではないか。化粧がこびなら、素顔もこびだ。イヤリングしながら戦って何が悪い。男からは、可愛いと思われたい部分があるし、職場なんかでは、女として、 可愛いかどうかでうんぬんされたくないしさのように、礼か罰かではない、礼でありかつ、罰という考え方が見える。大学に行っても、私が欲しているものは手に入らないような気がして、と、大学には進学していない。運動をする中で、大学を経た女性に接し、大学に行くことにより男と同じ言葉や理論で思考、行動することで、男並みになろうとする方向に行ってしまいやすいこと。 結果として、女としての言葉を取り戻すのに帰って苦労していると、彼女たちを捉えた。そして、自分の、ぐるりのことから考えるというフレーズを繰り返し、自分の言葉で語ることを強調している。上野千鶴子は、田中の独特な言葉の使い方に、他人を乗せる力があると評している。新旧師である田中は、人は幸せになるために生きているとし小さな生き物として、 ただ生きていることの大切さを訴える。自分を肯定し、今を生き、体を冷やさずに、幸せそうな顔をして、自分以上のもの以外のものになろうとしない、たまったものは出す、といった健康法を解く講演会を多数行っている。ありがとうございます。